皆さんこんこにちは。は本日は今治城場紹介します。今治城は現在の愛媛県今治市にある場合昔の伊予の国やねアクセスとしては今治駅から徒歩30分ほど場合バスもあるね駐車場のある県が自家用車やバイクで来ることもできる今治城は愛媛県史跡に指定されとって日本百名城にも選定されとります また日本三大水城の一つに数えられております。全国的にも大変珍しか海水場引き入れた海岸平城場へ。現地の説明板によると堀は潮の乾満で水位の変わって海の魚の泳ぐ姿が見ることのできるボタンです。お湯は魚には詳しくな加減が海の魚かどうかはわからんかったけど確かに今治城の水堀で 優雅に泳いとるる姿は見ることのできた現在の今治城には模擬天守の築造されております内部は歴史資料館と自然科学館になっとってさまざまな展示物は見学することのできるさらに最上階からは伊予の国の町並みだけではなくて美しか海や瀬戸内海の島々西日本一の高さを誇る石筒山は眺望することのできる。 店主以外にもお金矢倉は郷土美術館山里矢倉は古美術館黒金小門と武具矢倉は木造の復元建物として見学することのできるおいが来た時は天守と矢倉場合わせて一日限りの共通の入場券として販売されとったおいは最初に天守へ行って次に近くの山里矢倉に行った時ど正しか順番としては 天守お金根倉、山里倉、そいで黒金御紋と武具倉とのことやったいずれも係の方がおらして丁寧に教えていただけるね他に天守の隣には吹上神社が二の丸が広場になっとって吹上神社の社務所そして東堂高虎公の像のある戦国武将の像の多くは甲冑馬身にまとった竹だけしか姿の多かと思うとけど 今治城の東堂高虎公の像は鎧や兜は身につけとらん老い個人の感想やけど戦ではなか平時の装束で馬にまたがっとるその姿がかえって東堂高虎公の勇ましさは強烈に伝えとると思う老いの芸術に関する知見が浅香県がうまく表現できるのは申し訳なかったけどぜひこの像は現地でご覧ください。 昼間に見るのも良かったけど、夜の姿も感動すんね。夜景に入る東道高虎公の像と天守はもちろん、日没後の水堀や石垣のライトアップもバリスゴカ圏がおすすめばい今治城の歴史については、現地の説明板と概要欄に記した参考文献ば参照しております。今治城は江戸時代の初め、築城の名手である 東高虎によって築かれた岩張平野の中央部は西から東に向かって流る宗者川によって形成された三角巣の砂岸の末端面上に立地しております原始の説明版には軟弱な地盤にもかかわらず伊予半国二十万石の大名にふさわしい城郭を技術の推移を結集して築き上げ高虎の代表作となったと記されております 東道高虎が今治の地に今治城ば構えたとは水陸交通の要衝やったためとみられております交通のみ考えれば従来の国武山城であっても問題なくてかつ防御にやや問題のあった今治を選んだとは会場の立地が主目的とされているね。すなわち 芸諸島を中心とした瀬戸内海中央部の青海圏ば確保するためであって高虎が海そのものはよう理解しとることの証やね。総社が左岸の今治に対して右岸には広大な平坦地のあるものの来島海峡は罵数には距離的に遠く離ることになり他方来島海峡に寄せると潮流の激しくて港として問題のあるためやね。 今治地方はもともと柚木城を本拠とする伊予・河野家の領地で伊予の国の国府があったとされております。こういうは今治平野の宗者川流域に多くの在町勧人士族が住んとたためやね。抜天が天文13年西暦1585年の羽柴秀吉による四国攻めで当主河野城道直は降伏して小早川隆景の所領にあった。 やけど高陰の今治地方への入法はなくて地区全の国蘭島に天保になって同15年には高陰に代わって福島正則の所領になった正則は道後の柚木城から今治の北部山城に移るも終わりの国清洲城へ天保になったその後、池田秀勝小川助太と領主の代わって東道高虎の領事になる 高虎は北部三条は廃して今治裏は今治と改め築城に着手した縄張りの詳細やその担当者不審奉行などの詳細は参考文献の日本城郭体系はご参照ください他に現地の説明版では黒金御門の詳細藤堂高虎の功績や城作りの特徴の記されておりますなお、東堂高虎は、 城郭の完成した年に伊勢の国のついに天保になって養子の高吉の居城にあったその東堂高吉も伊賀の国名張に天保になって以後は松平定房以降久松,松松平氏が明治維新まで世襲した残念なことに明治初年岩張城の建物はことごとく取り壊されておりますそいでも内堀や三の丸などの堀 本丸、二の丸三の丸などに伴う石垣が遺構として残っておりますそして今治城は再建活動も素晴らしくて今治市政60周年ば記念して昭和55年に再建された天守場はじめ櫓などが再建復元され内部に入って見学できるようになっております個人的に思う今治城の見どころは海水場引き入れとる水堀そして石垣映え 石垣の高さは本丸が5 0ル、二の丸は4 7ルとされてその石積みは野面積み梅そして浄類の外縁には幅4メートルの石類による犬走りの巡らされております犬走りには入ることはできんとはいえ豆腐からでもいろいろな高さから眺むことのできたのはよかったね今治城は東堂高虎の築いた素晴らしかった城で の残っとってまた近年も建物の再建や復元も進んどって周知活動も盛んばいまた城自体も平地にあって鉄道やバスで行くことのできる交通の便の余暇券が四国に行かれる場合はぜひお越しくださいご視聴くださってありがとうございます